弊社の強みはですね、5面加工機という大型の機械をですね、7台保有しているっていうところが最大の強みであると思ってます。その7台保有っていうのがですね、日本最大級の保有台数ということでして、さまざまなサイズのものを加工できるっていうのが、他社にない、弊社の魅力かなというところです。その品物の大きさとか、形状とか、納期とか必要な精度とかを考慮しまして、最適な機械で加工することでですね、お客様に、コスト面でも納期面でもメリットを感じてもらえるような、体制を整えているのが、うちの一番の強みであると思っています。弊社の社風はですね、チームワークを重視して、みんなで一致団結して取り組むような、体制が弊社の社風なのかなと思っています。社員一丸となって協力し合うことでですね、相乗効果であったり、新しい変化とかを生み出すことができると思ってまして、それが結果的に、いい仕事につながって、会社の業績にもつながってくるのではないかなと思っています。急成長、ここ20年ぐらいで、急に成長、売上と、成長してきたというのもありまして、もともと5人とか8人ぐらいの町工場から始まったんですけれども、急激な成長とともに従業員も増えていったような形になっているので、20代30代が多いっていうのは、現状ですね。一番大事なのはやっぱ協調性があってチームワークを重視できるような、能力が、活躍する資質になるのかなと思います。それ以外にも、周りがよく見えたりとか、冷静な状況判断ができたりっていうのができる社員がですね、やっぱり活躍していることが多いのかなという思っています。特に必要なスキルとかはありません。実際入社してもらってからですね、若い20代の先輩方にビジネスマナーであったり、製造業の技術とかを、少しずつ教えてもらっていくような形になるので、特に必要な知識はありません。弊社は結構地元の、ここ久美山町の、に協力といいますか、活動を積極的にしてます。その中でですね、中学生、地元中学生の、職場体験の受け入れであったり、小学校への、ミスト扇風機を寄贈したりとか、あと町内運動会に会社として参加したり、周辺の清掃とかですね、地元の、地域の久美山町の活性化に、少しでも貢献できるようにと思いながら活動はしています。就職活動っていうと、私も就職活動してたんですけれども、やっぱり自分がなぜその会社に行きたいかっていうところを深掘りしていったら、その理由っていうのは実際見えてくると思うんで、お金であっても、仕事内容でも、その理由は何でもいいと思うんですけど、その気持ちをしっかり伝えてですね、その会社に入りたいという気持ちを、率直に伝えれば、自分の、望む、将来が見えてくると思いますんで、こんな状況ですけれども、頑張って就職活動をしてください。弊社ですね、比較的年齢層が若い、会社ですので、若い方でもすぐに馴染めることができますし、ものづくりに興味がある方はですね、ぜひ弊社来ていただければ、厳しく楽しく仕事ができると思いますので、お待ちしています。